柳田職生は、兵庫県西脇市出身の元プロ野球選手、野球指導者。1999年に、福知山商工が甲子園に初出場した時の4番ショート。その時は2回戦まで進出した。卒業後は、社会人野球のデュプロへ入社したが、1年で退部して、アルバイト生活を送っていた。2003年に野モベースボールクラブに入団。 2005年のクラブ選手権で優勝した。都市対抗は1回戦で敗退。2005年の大学、社会人ドラフトで中日ドラゴンズから50名で指名され、入団。本クラブ出身選手としては初めてのプロ野球選手になった。中日時代11月10日に横浜 DNA ベイスターズが獲得することが発表された。2017年は DNA の球団職員に転職し、 編成業務についた。2017年10月2日に DNA のコーチ契約締結が発表された。11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて n p b スタン選抜の打撃コーチを務める。2018年シーズンからは2軍打撃コーチに就任。2019年シーズンは2軍内野守備兼打撃コーチ。 2020年シーズンは2軍内野守備総類コーチ。クラブチーム時代は、堺市にある、株式会社コア建築工房で、朝8時から、建築現場でアルバイト、夜7時から、ノモベースボールクラブで毎日野球をしていた。入団会見には婚約者同伴で臨んだ。遊撃士を中心に内野ならどこでも守れる器用さから、懸念問題とされていた。 ポスト渡辺広之の筆頭と期待され、本人の目指すところも同じと語っていた。その後、ウエスタンリーグの打撃トップ10に名を連ねるなど、打撃面での注目度も高かった。プロ入り2年目の2007年のシーズンで周囲に指摘されるまで、デッドボールのことを、ゼットボールと勘違いしていた。ありがとうございます。